ずちゃん。そしてポケちゃんはご飯。ジャン君、箱入りジャン君。箱入りだよ。僕は箱入りミチコだよ。めっちゃ可愛い箱入りミチコだよ。可愛い。そしてカオリン。カオリンはまだケージから出られませんが、早く慣れて外に出ようよ。まずはこれからね。はい、よし。口元に持っていきながら、はい、はいはい、いいんじゃないの？よいしょ。ちょっと撫でる体勢がつらいんだけど、カオリ。もう少し前に行くね。よいしょ。ありゃまたかい。だってちょっとここに汚れが。はい。メアにも取りたいんだけどな、カオリン。これで取る。ちょっと別にして。で、こっちは。うん。メアニが移動していきます。ちょっとついてんだけど、はい、カオリンちゃんのご機嫌取りのためのおもちゃを一つ仕入れました。これはどこをつける？あ、これを挟むだけ。そうそう、こうやってみょ、はあ、みょ、かわいい。これがどっかについて、これにじゃれる。そう、こうや、こうやるか、こうやるか、どこにつけようかな、はあ、本当はもうちょっと太いところにつけるっぽいんだけど。あ、カオちゃん来た。カオリンちゃん、このああいうヘリとかかな。ヘリ、ここ、この辺
なんだっけ、そのステップの何シャーシャー言ってんですか。あ、ステップのね、はいはいはい、はい、ここら辺。そうだね、こういうとこ横にしてみたか。それだとすぐ取れちゃいそう。横にして、それを90度曲げて、こう違う横にぐるっと、ぐるっと、そうではなくて、こう、そうではなくて、こう、この、こう、そう、で、2つをいっぺんに、うん、どうでしょう。あ、どうだろう。1本だとスポッて抜けるから。そうか、それか、ここに。ほんま？まあやってみよう。これはどう？まあとりあえず、うん、やってみましょうか。かおちゃんここにつけたからね、遊んでね。はい、はい、なんでしょう。変なものをマオイママが買いました。写真用だよ。これはインスタ映えを狙った悪徳商法ですね。インスタ映え、あ、あんずちゃんもやる。ジャン君。そう、ジャン君ならやってくれるかな。ジャン君なんか狙われてるよ。ジャン君ならやってくれるかと思って。あ、ポンちゃん出てきましたよ。ポンちゃんもやってくれる？え、ポンちゃんもやってくれるな。ジャン君は帽子もかぶってくれるし。うん。そうそう。はい、ポンちゃん。ポンちゃんもやってくれる？とても懐いてきましたね、最近。あれ？これはどうなってんのかな？あ、バラバラになっちゃうの？うん、このバラバラになって、あれ？これどこに繋がってんの？これをよいしょ、よいしょ、よくわからないよ。これをここに刺し、これをここに刺して、こっち側からなのか、こうか。そうだね。じゃあこっち、こっちから。でも手が映っちゃう。あれ？ジャン君、こっち向いて。そうはうまくいきませんよ。あとこれも、これはどうやっていいの？これはどこに刺すの？ここは、あ、ここに刺し込むとこがついちゃった。ジャン君、下からか。下からちょっと難しいね。こうやって、おひげ、ジャン君おひげ。ジャン兄ちゃんおひげ、お、どうだ、上の台とかに乗ってる時じゃないかね。そっか。じゃあこれを持っていろんな人に。あんずちゃんは女の子だけど。はい、かわいい、かわいい。あんちゃんはじゃあこの帽子、赤い帽子とかがあればよかったけど、あ、ふん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 、お帽子。一瞬ひげに見えた。お帽子に、あ、フレーメンしてる。ほんまや。なんか似合った？うん。何？はい。はい。あんずちゃんのためにお帽子にしてもいい？かおり女の子なのにおひげ。はい、ひげ。かおちゃんおひげなの？かおちゃん女の子なんだけど、でも白だから似合うね。はっきり形がわかります。お帽子もしていい？お帽子、はい、あ、あ、シャンコが立ち上げた。お帽子、お帽子、ジャン君は難しいです。じゃあ後ろ向き。
あずちゃん、あずちゃん。そうなあ。あずちゃんにやってみて。上は警戒しちゃうよね。そりゃそうだね。あずちゃん。ダメですか？そのうちだね。あの人はあの人。かおちゃん。でしょ。はい、おいで。動かして、ガラサスしてなんかガラシンのものになってるんだけど、あ、ん、取られた、落ちた、落ちちゃった、あ、狙われた1回くらいは察ししてほしいよ、みんな。ダメだね。ね。うちの子たちダメですよ。ポンちゃん。頭は嫌なの。ジャン君しか無理かな。あ。こんな感じでした。